富山グラウジーズ、富山グラウジーズ、富山グラウジーズは富山県富山市を本拠地として B リーグに所属するプロバスケットボールチームである。富山県及び北陸3県で初のプロスポーツクラブである。B リーグ2016から17は B1 中地区に所属している。日本プロバスケットボールリーグ、BJ リーグには BJ リーグ2006から07シーズンから参戦いた。グラウジーズ、グラウススというチーム名は、富山県の県庁で、シンボルとして県民から親しまれている来庁、グラウス、グラウズに由来する。2000年富山国体に向けた強化チームとして1998年に発足。国体本大会は優勝で終える。その後は、日本リーグを目指して、チーム強化を開始。 2003年には全日本クラブ選手権で優勝を果たし、2001年から2004年までと2006年にはオールジャパン出場も果たしている。2005年6月にプロ化を見据えて、ジュニア育成、社会貢献、プロスポーツサポート部門を NPO 法人とした。同年、サッカークラブバリエンテトヤマを運営する株式会社トヤマアトラスのバスケットボール部となり、 BJ リーグ2006から07シーズンからの BJ リーグ参戦が決定。北陸三県発のプロスポーツチームとなった。BJ リーグ1年目は、前年度まで選手であった星野博之をゼネラルマネージャーとして、初代ヘッドコーチに三菱電機を退社したばかりの福島正人を招聘。ドラフト会議で日本大学出身で、 u -24 日本代表の経験もあるクレや、高野や、元日本代表の石橋高都氏を指名するなどし、シーズンを迎えた。開幕戦の埼玉ブロンコス戦に勝利したが、同じく新規参入し、最終的に2位に輝いた、高松ファイブアローズとは逆に、埼玉ブロンコスらと共に再会争いを演じていた。それでも2月に、ホームで、 東京はパッチから同一カードに連勝をするなど、検討し、8チーム中7位という成績に終わった。シーズン終了目前の2007年3月、チームの経営母体となっていた子役モデル専門の芸能プロダクションであるアトラスプロモーションが行っていたビジネスが、マスコミなどで問題視されるように理経営悪化、チームの経営からの撤退が発表された。アトラスは、チームスポンサーの 約半分以上の額を捻出していて、アトラスの撤退は、グラウジーズにとっては、大きなダメージであった。経営においても約7000万円の、単年度は火事であった。2007から08シーズンより新会社、富山グラウジーズに移管。リーグからの打診で、大阪で引退スポーツ選手の再就職中会などを、手掛ける。 シーリングの芝山趣旨三社長が新会社社長に就任、リングは本拠地未定ながら BJ リーグ新規参入を申請していた。クラウジーズの星野博之ゼネラルマネージャーも役員として新会社に参加する。アトラスの撤退により大幅な経費削減を余儀なくされたクラウジーズは日本人選手中心のチーム編成でシーズンに臨んだが競り負ける試合が多く、 コミッショナーの川内俊光は、接戦になると常に負けを意識してしまうから、富山グラウジーズは、接戦に負ける。とコメントしている結果、イースタイカンファレンス州から22ゲーム差で3位となり、仙台十9アーズ、新潟アルビレックス BB の同一、カンファレンス上位チームには全敗、さらには、ライジング福岡、琉球ゴールデンキングスといった、新規参入チームに未全敗し、 BJ リーグ初年度の埼玉ブロンコスの勝率までも下回る屈辱的なシーズンとなった。それでも大阪へベェッサ、東京はパッチにアウェーで勝利し、前年2位の高松ファイブアローズからも勝利を挙げ、アトラスがスポンサーを撤退した後、日以降のほか、ヤングドライがシーズン途中から AT ワークス、日本マクドナルドなどがスポンサーについた。特に、 日本マクドナルドとの契約は選手たちが頻繁にマクドナルドを利用していたことがきっかけとなった。ホームゲームは成績不振もあり、観客数の平均は1500人。前後、3桁台の観客は記録していいで、観客席には空席が目立っていた。最終的に同シーズンも単年度約6000万円の赤字となった。さらにシーズン終了後には、 日以降の同シーズン限りのスポンサー撤退が発表された。日本人は、クレア・タカノリが大阪へベッサへ移籍した以外はほとんど残留し、大阪へベッサからしし堂う一、ドラフト一位指名で、水戸武氏が加入した。外国人選手は全員入れ替え、新潟アルビレックス BB に所属していたロドニー・ウェブラが加入して、シーズンに挑む。ユニフォームスポンサーには、 日本マクドナルド、読売新聞、ヤングドライト契約。9月6日には2008から9年シーズンパス保持者を限定とした、ブラックカーテンゲーム、非公開プレシーズンゲームを行った。開幕から4戦目の仙台十9アーズ戦、10月26日、アウェーにて初勝利を収める者の,の成績は伸びず、11月28日に、 HC の福島正人が解任された。その後の大分ヒートデビルズ戦、11月29、30日、高松ファイブアローズ戦、12月6、7日は、ネカン AC が HC 代理を務め、12月9日、育成コーチ及び会場 MC だった、石橋隆都が新 HC に就任した。十二月十四日、仙台十九アーズ戦、ホーム、月 二十一日埼玉ブロンコス戦、アウェー、十二月二十七日東京アパッチ戦、アウェーにおいて、チーム史上初の四連勝を飾ったが、翌二十八日の東京アパッチ戦で連勝が止まると、年明けから一気に失速。同日の試合から二月一日の仙台十九アーズ戦まで九連敗、その後埼玉ブロンコス戦、ホームで連勝するものの、二月二十二日の、 新潟アルビレックス BB 戦、ホームから4月12日の東京アパッチ戦、ホームまで15連敗を喫した。この間に2006から07シーズンに所属していた、ジェロトワードが復帰し、JBL2 で活躍していたショーン・ブラウンも獲得したが、ロドニー・ウェブやババカカマラといった長身のセンター陣を放出している。結局、11勝41敗で5位の埼玉。 ブロンコスから8ゲーム差の再開。失点も守備の悪い東京アパッチをも下回る数字でシーズンを終えた。シーズン終了後、チューリップテレビの番組でグラウジーズの真実という特集があり、シーズン中のヘッドコーチの解人劇、高年報のウェブやカマラを放出した事実経緯が明らかになり、さらに選手たちもスポンサー集めを行っていたことが明らかになった。 しかしながら、スポンサー収入は予定の4割しかいかなかったものの、入場者収入は、招待券をほとんど使わなかったこともは、ほぼ倍増の約6000万円の収入になり、赤字額は2000万円以下に圧縮されたことから、経営には一定の成果が出たと言える。スタッフは、ネカンヨ 1AC が残留し、HC に元埼玉ブロンコスのチャールズ・ジョンソン、 AAC に江藤昭平が就任した。日本人選手は水戸武氏、吉村高弘のみが残留し、ドラフトでレラカムイ北海道所属だった加藤誠、熊谷渡を獲得した。毎シーズン琉球ゴールデンキングスの首相だった友利健也、練習生だった高野啓治の両選手も開幕前に加入している。練習生も多く受け入れ、育成型チームへと生まれ変わった。 外国人選手は総入れ替えを行った。上司長に選手寮を置き、選手たちは共同生活を行いチームワークの向上に努めた。シーズン途中には、ケビン・スティンバージ、途中加入、ジェイソン・アーベイ、カービー・レモンズがチームを去り、浜松、東三河フェニックスで同シーズンプレーしていたヨハン・コリンズ、ピラル、アブドラ、ブライアン・ハーパーが加入した。また、 練習生からも高橋正文、白田敏人が加入した。開幕戦前日の10月16日、篠田豊幸ゆき社長を解任し、GM であった黒田優が社長に就任した。新経営陣には新設の会長として、市野川みのる、取締役、豆川正夫、山口大輔、山岸孝一、社外取締役として、山口正宏北山社長。 長森徹信富観光サービス副社長、薄井博士、最高顧問に、野上幸太郎、県バスケットボール協会長が就任した。県内企業関係者を、経営陣に迎え、経営の安定化を目指した。ユニフォームパートナーには、読売新聞、クリニック C4、エコサポート富山、日々を盛り上げる会と契約した。アウェイユニフォームに限り、 左胸上部に、君を盛り上げる会のロゴが検出されている。また、ユニフォームの右胸上部には、富山県の観光キャッチフレーズ、パノラマキトキと富山に来られとそのシンボルマークが、入っている。マクドナルドは、ユニフォームスポンサーからは撤退しているが、支援は継続した。マクドナルドの冠試合にはドナルドがやってきた。開幕戦は10月17日、ホームに、 東京はパッチを迎えて行われ、チーム初の開幕戦勝利を飾る。10月24日、ライジング福岡戦、アウェイにて、トリプルオーバータイムの激戦を126から116で制する26点は、BJ リーグ最多記録。翌日も勝利して、開幕4試合を3勝1敗の好調な滑り出し。その後、前半戦途中に5連敗を喫したが、 直後に3連勝を記録。西地区の強豪、琉球ゴールデンキングスからも白星を挙げ、後半戦開始直後の京都ハンナリーズ戦も連勝するなど、この時点で12勝14敗とプレーオフ進出、4位以内を狙える位置につける。しかし、その後は連勝を記録することはなく、黒星が込み始める。二月十四日、浜松、東三河フェニックス戦、アウェーにて、 前日の2月13日に仙台が沖縄戦で記録していたリーグ1試合最小得点の8点をわずか1日で更新する新たなリーグ1試合最小得点の45点を記録して敗戦。最終的に4位には東京が入りプレーオフ進出はならず埼玉と同勝率ながら得失点で競り負けて3年連続で当治再開となる。勝利数は チーム年間最多勝利数を更新する17勝35敗を挙げた。シーズン中の週間 MVP にはカービー・レモンズ、10、24、25ライジング福岡戦、アウェー、水戸武ケシ、12、12、13東京アパッチ戦、ホーム、加藤誠、2、6、7京都ハンナリーズ戦、ホームの3人が受賞した。 一シーズンで3回週間 MVP を受賞することはチームとして初めてのことである。また、毎シーズンから最も成長した選手に贈られるミップ賞をミトタケが受賞した。チャールズ・ジョンソン HC は契約満了に伴い、退団し、公認の HC には江藤明平衛 C が就任。新戦力としてハキーム、ジョンソン、ジェレル・スミスらが加入。 開幕から4試合は甘いシーズン王者の浜松、東三河フェニックスと戦い、ホーム富山での開幕説は連敗したが、アウェイとヨハシの初戦でシーズン初白星を挙げる。しかし、その後は浮上の兆しがなく東地区再開に、低迷したため、後半戦開始直後の2011年2月1日に、江藤 HC を解任し、下地一名を新 HC に据える。 2011年3月11日に東日本大震災が発生し、この影響でハーパー、カイルが退団。スミスとジョンソンも一時帰国したため、一時は外国籍選手がジョン・デイビスだけとなる。また、活動を休止した仙台から、選手救済制度によるレンタル遺跡で立花、元と山、安田総主の両選手を受け入れた。さらに、 上記の仙台に加えて、東京と埼玉も、今季の活動を休止したため、プレーオフ進出順位が繰り上がり、東地区再開ながらも初のプレーオフ進出が決定。カンファレンスセミファイナルは、東地区1位の浜松と対戦し、第1戦、浜松71の52富山、第2戦、浜松73の62富山でファイナル4、出場は叶わなかった。 新外国人選手として NBA 所属経験のあるラリー・ターナーらと契約。前シーズン途中に震災の影響でチームを離れていたブライアン・ハーパーも復帰。日本人選手では前市がレイクスターズの情報を正し、堀川隆一が加入した。堀川はクラブチーム時代の2005年以来の復帰。アウェーでの開幕。 新潟アルビレックス BB 戦を81の79で制して白星スタート。その後は、大きな連勝も連敗もなく、オールスターゲームまでを10勝12敗の6位で終える。後半戦は1月21日22日の仙台1 9アーズ戦、新港で連勝スタート。その後アウェー高松5アローズ戦で1勝1敗の、あと、大分ヒートデビルズ戦、アリゾも連勝し、 ホームゲーム5連勝を飾るとともに3位に浮上する。また2月初めに、ハキーム・ジョンソンが、家庭の事情のため対談し、ブロック・ギリスピーが加入する。シーズン最終成績は25勝27敗の過去、最高成績、得失点差もプラス2.4と過去最高となった。順位は5位となり、初めて自力でのプレイオフ進出を決めた。プレイオフフファーストラウンドは、 新潟アルビレックス BB と対戦し、2連敗で敗退。下地 HC が退任し、ボブナッシュが新 HC に就任。外国人選手は、アイラブラウン以外は入れ替わり、エンジェルがルシアラを獲得。日本人選手もドラフト指名した、藤江健天や亀崎光弘を獲得するなどして、シーズンに挑む。シーズンは、ナメ川市総合体育館での開幕戦で、 群馬クレインサンダーズと対戦して、チーム初の開幕連勝スタート。その後は、同一カードでの連敗を一度も喫することなく、順調に勝ち星を積み重ね、3月24日から4月13日にかけては、チームシの6連勝を記録。最終節まで、新潟アルビレックス BB、横浜 B コルセアーズ、岩手ビッグブルズとイースタンカンファレンスの首位争いを演じ、 最終的に首位の座は逃したが過去最高の35勝を上げて3位に入り、初めてプレイオフファーストラウンドのホーム開催権を獲得。アリゾドームで開催したファーストラウンドイースタン6位の千葉ジェッツとの対戦は、第1戦を97から77で勝利したが、第2戦を73から103で落として1勝1敗。決定戦を19から17の僅差で制し、 初めて、ファーストラウンドを突破した。イースタン2位の横浜とのカンファレンスセミファイナルも初戦75から86で敗れた後、2戦を88から67で勝利して1勝1敗となる。決定戦では14から19で敗れたが、チーム史上最高成績でシーズンを終えた。ボブナッシュ HC が続投。前シーズンの主力選手の水戸武、情報ただし、藤江健天。 アイラ・ブラウンと継続して契約。ブラウン以外の外国人は入れ替わり、前仙台十9アーズのサム・ウィラードとジョッシュ・グロス、ジョッシュ・ベンソンの3名が新加入。日本人も、福田・ミキアラ3名が新加入した。10月12日、富山県総合体育センターで行われた開幕戦で、埼玉ブロンコスを72の64で破ると、 11月2日の新潟アルビレックス BB 戦、上市長総合体育館までチーム記録を更新する7連勝のコースターを切り、初黒星を喫した後も、同一カードでの連敗は一度も喫しない安定した戦いを続ける。2月にベンソンとの契約を解除し、ジブリエルチャムを補強。3月30日の群馬戦で、シーズン3度目の5連勝を記録し、 開幕から首位を走っていた秋田に勝率で並び、秋田との直接対決の結果、3勝1敗により、シーズン46試合目にして、初めて首位に立った。その後も連勝を続け、4月7日の青森ワッツ戦で、白だからがリーグの日本人選手で、初の通算5戦得点を記録。4月13日のシーズン50試合目の仙台十9 アーズ戦を95の88で勝利して9、連勝を記録した時点で、初のレギュラーシーズンイースタンカンファレンス1位が確定。4月27日のレギュラーシーズン最終戦、東京サンデーブス戦まで勝ち続けチーム記録の11、連勝を飾り、白だからが4月の月間 MVP に選出された。勝利数42は、イースタンカンファレンスの歴代最高記録。 勝率80。808、1試合平均83.8得点、及び75.1失点モチーム最高記録。シーズン MVP を白だからが受賞し、ベスト5にも白だからとブラウンの2名が選出された。ホーム、アリソドームで開催したプレイオフカンファレンスセミファイナルでは、新潟と対戦し、2連勝でファイナルズ初出場が決定。 有明コロシアムで開催されたファイナルズのイースタンカンファレンスファイナルでは、秋田に94の109で敗れたが、翌日の3位決定戦では、京都に84の62で勝利して、チーム歴代最高の総合3位でシーズンを終えた。ナッシュ HC 体制の3シーズン目、アイラ・ブラウン、福田・ミキア、奥平・高成、引退が対談し、ジャメル・ホーン、 キーオンカーダー、京都ハンナリーズより、ジョー・ワーナー、NBL より、田中大地が新加入。序盤、9連勝を記録して、首位争いを演じたが、中盤以降はやや失速して、イースタン5位となる。プレーオフファーストラウンドはアウェーで、レギュラーシーズン対戦績0勝4敗の4位、新潟とアウェーで対戦し、2連敗で敗退した。2016年に、 BJ リーグと NBL が統合して発足する B リーグへの参入を申請し、2015年8月29日に B1、一部中地区への参入が決定した。ナッシュ HC 体制の4シーズン目。ワーナー、ホーンが対談。引退を表明していたクレイヤ・タカノリが8シーズンぶりに再加入。また、NBL 千葉ジェッツより、田中健介、他にドリュー・バイニー。 デューク・クルーズらが新加入。富山県総合体育センターでの開幕、岩手戦で連勝スタートを切る。次節の福島戦での連敗を含む3連敗を起死し、序盤は一時黒星が先行したが、その後同一カードでの連敗はアウェーでの琉球戦一度見と、白星を積み重ね、最終盤の3月4月は15勝1敗の成績を記録し、最終的に、 レギュラーシーズンは39勝13敗で2、シーズンぶり2度目のイースタンカンファレンス1位となった。ホーム、富山市総合体育館で開催した、プレイオフカンファレンスファーストラウンドはイースタン8位の青森に連勝、カンファレンスセミファイナルもイースタン5位の岩手に連勝。2シーズンぶりに出場した、有明コロシアムでのイースタンカンファレンスファイナルは、イースタン3位の秋田と対戦し、 99から84で勝利。BJ リーグでの最後の試合となったファイナルは、琉球と対戦し74から86で敗れたが、チーム歴代最高成績の準優勝でシーズンを終えた。B リーグ参入初年度も、ボブナッシュ HC、ボビーナッシュ AC が続投。岡田優、ウッド直樹、宮永優太、島田はじめし、R バロンが新加入し、 ひるきけんじが7シーズンぶりに再加入した。開幕戦は、ホーム、富山市総合体育館で、新潟と対戦し、1勝1敗でスタートを切った。しかし、勝ち星にとことん見放され、2016年末の第15節、12月29、30日の秋田戦で、2連勝して、やっと5勝24敗という成績であった。その間に、 以下のような選手に関する発表があった。クレヤ・タカノリの契約解除。10月1日、バイニーの怪我によるインジュアリーリスト入り。10月25日から11月24日。それに伴い、エンジェル・ガルシアが4シーズンぶりの再加入。10月28日、及び契約解除。12月16日、田中健介の長期離脱。11月25日、アール・バロンの契約解除。 12月9日、デクスター・ピットマンの新加入、12月16日である。1月は3勝を2敗と勝ち越したが、2月は東地区1位、当時だった土地にブレックスから1勝したものの、勝ち星はそれのみで1勝6敗であった。この金星は2月10日に特別指定選手で、新加入した小原翼によって、チームのディフェンス力が向上した賜物であった。 3月も4勝2敗で勝ち越し、13勝34敗で、総合16位となった。3月3日に、下地じ1名の AC 就任、5シーズンぶりに、復帰と、ひるき健治の通訳兼務が発表された。3月20日の仙台戦では、宇都直樹が、B リーグ初のトリプルダブル、11得点10アシスト、10リバウンドを達成した。それ以外には、1月9日、 3月20日に、ウトナオキ、山崎亮、ヒルキケンジが出演したグラウジーズラジオ、FM と山が放送された。また、リーグのバレンタイン企画である B リーグモテ男ナンバー1に、ウトナオキが選ばれた。3月15日には、宮永優太の順天堂大学での修士号取得も発表となった。残留プレイオフ圏外への脱出を目指して戦った、4。 5月は5勝8敗であった。この結果、レギュラーシーズンの最終成績は18勝42敗、中区5位となり、総合では15位となったことから、B1 残留プレイオフ、1回戦のホーム開催を獲得へ出場することになった。この中で、4月9日の新潟戦では、長期離脱していた田中健介の復帰、4月18日の川崎戦では、サム・ウィラードが、 B リーグ二人目のトリプルダブル17得点10アシスト16リバウンドを達成して逆転勝利ウッド直樹が B1 リーグ戦において初代アシストを1試合外来4.3本を獲得するなどの明るい話題もあった B1 残留プレイオフでは1回戦は富山市立体育館で仙台パチ19アーズと戦い2連勝で2回戦進出を果たした 二回戦は、代々木第に体育館で、横浜 B、コルセアーズと戦い、富山79-71横浜で勝利し、B1 残留を決めた。シーズン終了後、ボブナッシュヘッドコーチの退任、ヒルキケンジ、島田はじめしなどの対談が決まった。ヒルキケンジ、三園、島田はじめし、仙台、山崎亮、栃木などが対談する一方、 サンドッカーズ渋谷からは、大塚博志道、千葉ジェッツからは上田祐樹、大阪エベッサからは、橋本直明を、栃木ブレックスからは2017の18シーズン末までの期限付け遺跡で、青木ブレイクを獲得した。ヘッドコーチには、ミオドラグライコビッチ、アシスタントコーチには、サンドッカーズ渋谷の元ヘッドコーチであった、p t テーブスを昇平、また、宮永優太が、 アシスタントコーチを兼任する子になった。シーズン前の B リーグ東海、北陸アーリーカップで優勝し、初代王座に輝き、プロチームとなってからは、初めてのタイトルを獲得した。シーズン途中の2018年1月10日に、特別指定選手契約で、大東文化大学の桂原大地を獲得。また1月26日には、岡田優の西宮ストークスへ、 2018年6月30日までの期限付きレンタル遺跡を発表した。ゲーム差はうちはプレイオフ圏との差をそれぞれ表している。富山クラウジーズの母体である NPO 法人、クラウススネットは BJ リーグ参戦後、選手育成を手掛ける実質的な株組織となった。黒田 UGM が理事長を兼任する。 中学生以下を対象としたバスケットボール教室を開校しているほか、各世代のチームも保有している。また、小学生によるグラウジーズリーグも主催しており、グラウスネットのチームも参加している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。